費のために、個別株主通知となるわけです。そうですね。ね第1弾としては。それが個別株主通知の、まあ、メインになってるわけです。ね。で、それはどういうことかというと、申し出た前日を起点としてです。前日ですよ。ね。株主であって、さらに6ヶ月間継続して株主でやるというそういう証明書です。ね。で、かつ、これは法律に書いてないけど、まあ、当然のこととして、総会の出席する権利、ね、確定日に株主でなければいけない。この2つが、満足されて、技術権ベースで300個あれば、ね、株主点検があるわけです。ね、で、その4週間となるのは、4週間の中でね、本当は1日でいいんだけども、まあ、法律家というのは余計なことを考えて、4週間の中で、1日でも、そこの日が300個あれば、そういうルールなんです。すいません、そこでなんですけど、株主提案権については、総会日の8週間前までにということになってます。ね、株主総会の総会日の8週間前までに株主提案をしなければならないことになります。300個ある株主さん。8週間前っていうのはね、はい、その確定日じゃなくて、ね、確定日っていうのは、はい、例えば3月決算であれば3月31日がね、総会っていうのは大体6月にやるわけですから、はい、ね、まあ、4月に提案しないと、あなた言ってるのはね、要するに株主提案っていうのは、徴収通知に載っけなきゃいけないわけですから、ね、はい、まあ、普通、4週間ぐらい前に、ギリギリに作るけど、なるけども、まあ、で、発送は、2週間前に発送しろと、ね、ポストに入れればいいわけです。まあ、ギリギリのところ10日ぐらい前に作るところもあるけどね。まあ、早いところは、1ヶ月前に来るところもあるしね。まあ、そういう、あなたのところはどうやってるか知らんけど。それで、まあ、それはそれだけ。ところがね、その、株式の閲覧、まず当社ってことありますね。当社は当社日に株主であれば、当社する権利が会社法上はあります。ね。理解できますか？理解というか、すみません、その辺ははっきりした。まあ、はっきりした記憶ない。それ、今まで誰もそういうことに残ってないから、そういう記憶ない。ね。ただし、まあ、素直に考えればね、株主に見せなさいと書いてある。株主というのはどういうことかというと、当社を請求した時点で株主であれば、ね、当社をさせなきゃいけないと。まあそういうふうに理解できます。ね、だからそこで、僕言ってるのはね、まああなたのところないけどね、で、閲覧については、閲覧した時に株主になると閲覧できないことになります。ね、で、現在は、株主名簿というのは毎日変わるわけです。わかりますか？いや、わかんないです。毎日は変わらないと思ってます。そこが入試の違い。名簿はうちの場合ですと、期末である3月31日と中間の9月30日には名簿がちゃんと